ほら、すごいイケメンだよ。なかったから。じゃあそのイケメンと付き合えばいいじゃん。それとこれとはまた別じゃん。さあ、始まりました。少量チャンネルの量でーす。はい。一人でいるっていうことは、またまた、モニタリングをしてみたいと思いまーす。イェーイ。今回のモニタリングなんですけれども、翔ちゃんがどれだけ焼き餅を焼くか、検証してみたいと思います。僕がですね、携帯でイケメンの、ま、画像動画とかをずっと見続けて、かっこいい、かっこいい、って言い続けたらどれだけ焼き餅を焼いてくれるかちょっとモニタリングしてみたいと思います。今翔ちゃんはですねトイレに行ってるのでその間にこれ撮ってるんですけれども、さっきまで前の動画の撮影してたのでその流れでちょっとカメラを回しっぱなしにしたいと思います。終了。寝るの？お布団の中が一番好きいや、それ気持ちいいけどね。ん？どうしたの？おいで。え？おいで。今ちょっと動画見てるからいい。何？何？後でできるの？うん。もうちょっと苦しい。寝るの？何してんの？え、TikTok 見てんの？すごいさ、うん、イケメンのさ、うん、ダンサーさんがいるの、うんうんうん、そのイケメンのダンサーを見てんの。見して。おぉ、かっこいい。めっちゃかっこよくない？かっこいいね。ダンス上手くてさ、うん、イケメンでさ、いや、ほんとかっこいいわ、この人。うん、もう見に行きたいもんね、生を。ディズニーシーのダンサーさん。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいって何？俺がいいかな。ほら、すごいイケメンだよ。わかったから。わかった。なんで消すの？今目の保養してるからさ。俺が目の保養にしとけよ。うん、それはそれ、これはこれ。ほら、めっちゃかっこいいんだって。わかったって。ほら、わかったよ、うるさいないや、マジでイケメンだろ。何歳くらいなんだろうな。まだ若そうだよ。ほら。ほら、すごいイケメンだよ。ずっと見てられるもん。ひょうにょ。俺、この人もイケメンだと思うんだよね。うん。かっこいい。かっこいいよね。うん、最近なんかもういつも見てるもん、この人。いやー、ほんとかっこいいよ。会いたいもん。かっこいい。終了。しょうちゃん？ん？しょうちゃん？何？どうしたの？何もない。何？何もない。何？どうしたの？眩しい。どうしたの？何もない。どうしたの？しょうちゃん。しょうちゃん？何？怒った？怒りました。え、気持ち入れたの？入れました。なんでよ。うん、焼き餅焼いたの？焼きました。じゃあそのイケメンと付き合えばいいじゃん。それとこれとはまた別じゃん。なんでそんな怒んないでよ。やめて。え、何？俺がさ、イケメンイケメン言ってるのがさ、気になんの？気になんない。なんないから。なんない。気にしてるでしょ？気にしてますよ。気にしろよ。はい。というわけで、モニタリング、失敗でございます。もう、やだ、どうしたらいいの、俺。引っかかる、引っ掛けではないよ。今回はドッキリじゃなくて、モニタリングですから。はい、というわけで、
モニタリングでした。かけすぎ。いやまたほらタイミング的にね、はいはい、みんなほら望んでるかなと。で今回のモニタリングなんだけど、うん、俺やたらかっこいいかっこいい言ったってたでしょ、うん、そしたら翔ちゃんは焼き餅を焼くのかどうかっていうモニタリングをやったわけですよ。ああそしたらあんまり興味ねえな。まあ俺のことを信頼してくれてるってことなのかな、うんうん、いい感じでまとめましたけど、うん、というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います、うん、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。どうせ次また翔ちゃんが何かしてくるんだろう、うん。